どうも、マイアです。今日はですね、前回遺品整理とか、就活に関しての注意喚起の、動画を撮ったんですけども、今日はですね、私が遺品整理士、遺品査定士を、やってみて、思ったこと、感じたこととかですね、をちょっと簡単にご説明させていただいたらと思います。はい。まず、遺品整理士、遺品査定士っていうのはですね、前回の動画で挙げてるんですけど、どういったお仕事かというと、遺品っていう言葉がついてるんでちょっとややこしいんですけど、それに限らず、就活をされてる方とか、生前整理ですよね。亡くなった後に、身近な方たちとか、周りに迷惑をかけたくないからと言って、で、自分の身の回りの身辺整理をした方たちに対して、アドバイス、流れのアドバイスをしたりですとか、もしくはその身辺整理したいものの、言うたら買い取り、言うたら目利きっていうんですけど、ものの金額を大体これぐらいですよって見積もりを取ってあげたりとか、または、全部お願いしますってことで言えば全部自分が買い取って、それをもういろいろなところにお客様の代わりに、変えていったりとかするっていうことを、一応やってるお仕事になります。はい。私は、フリーでね、他にも仕事やってるんで、一応やってるんですけれども、ほとんどの遺品整理士、査定士っていうのは、あんまり多い人数がいる仕事ではないんですけども、ほとんどの方が、いろんな会社さんの中にいます。清掃系、特殊清掃とかね。亡くなられた方の清掃をするような特殊清掃をしてる会社さんだとか、遺品整理士とかもそういうリサイクルですよね。もうトラックとか持ってもすべて。はい。だいたい、遺品整理の場合ですね。遺品整理のかかる費用っていうのは、まちまちっていうか、だいたい業者によってちょっと本当に金額は変わるんですけど、だいたい、どれぐらいだったかな。2DK とかぐらいの広さで、だいたいね、安くて30万ぐらいじゃないですかね。とか50万ぐらいかかるケースもありますし、で、一軒家とかあるじゃないですか。一軒家。二階だとか。だったらもう結構やっぱり本当に100万超えたりしますよ。丸々お願いしますって頼んじゃったら。っていうのがもう基本的に一人でやらないんですよね。こういう仕事っていうのは。はい、僕もだからもし行くとなったら、一緒にね、パートナーとかを連れて行ったりはするんですけども。で、一人暮らしのワンルームとかでも、どんなに安く見積もっても多分10万ぐらいいくんじゃないですか。依頼するだけですよ。で、ただその、ゴミ屋敷とかいうレベルだったら100万超えると 余裕で超えるんですよね。もっと金額いきますね。人件費とかトラックの台数とかもかかったりするんですけど、逆にワンルームとかでぐらい、ワンルームってどうなの？一人暮らしの人が多いわけですよ。ワンルームとかだったら大体もう10万とかぐらいですかね。で、そっからその特殊清掃みたいなのが交わるような、もうちょっとね、本当に相当な不幸があった人とかだったら、のお家とかだってもっとかかったりとかしますし、単純な遺品整理品、本当にもうなくなってたら部屋の片付けというか、あるものを見積もって、で、それを買い取るとか、もしくは処分してくれとか、もう全部まとめてやるわけですよね。そういうのだったら、その正規の、大体ね、ワンルームとか10万ぐらいで行くとは思うんですけど、で、大概ワンルームの場合とかだと、そんなにその、正直、孤独死された方とか非常に多かったりするんで、なんていうんですかね、マンションというか、大家さんが依頼されることが多いと思うんですけども、一軒家とかのレベルとかだと、本当に、言っても家族の方たちだけでも大変だからとかね、もういちいちその、自分たちだけで片付けるのはもう大変だからということで、ご依頼されることが非常に多いんですけども、もちろんね、例えば100万かかったとしても、例えばその見積もり業者がこれでいくらです、いくらです、いくらですって言って、それを全部業者に頼めば、結局その家に残っているものが、じゃあ仮に50万の値段がついたとしたら、残りの費用は50万でいいわけですよ。で、逆にそれが120万ぐらいの価値がありましたっていうことであれば、20万お客様に返ってくるわけですよね。清掃を頼んでいてね。で、もちろんその中には、廃品回収とかね、リサイクルでかかる費用とかも全部含まれてると思いますし、人件費とかもね。それが、そういうのが一番お客様にとっては、楽なのかなと思いますけども。はい。
まあまあ、そんなに大きな大々的にやってる会社で悪い会社もほぼほぼないとは思うんですけども、まあ逆に個人で、まあね、こういう、まあ遺品整理というか、買い取りですよね。買い取りをメインでやってるような人とかは、ちょっとまあ悪徳っぽい方はまだ非常に多い、業界なので、そこだけ非常に気をつけていただきたいなと思いますね。はい。まあでもね、すごい本当にやりがいのある業種なんですよね。知らない方も多いと思いますし、まあまあ、人によってはね、金なるのとか、そっちがね、メインで、まあもちろん僕もね、家族持ってますし、稼がないといけないというのがあるんですけども、この仕事はまあそれ以外に、どういう人がやってるかっていうとね、本当にその、やりがいを求めた仕事がしたいとか、人のために何かしたい、で人に感謝されたい、まあ、うん、まあ、エゴかもしれないですけど、っていう方はね、非常にやっぱ多いですよ。これ本当に、どんな本を読んでもそういう方が多いですね。志目指してるというか、持った方が非常に多いので、僕もこの資格というかね、認定資格取って非常に良かったなと思ってはいます。うん、ただ、本当にただ買い取り店、いっぱいある買い取り店あるじゃないですか。買い取り何々店とかね。っていう人たちと、実際はやってることはそこまで変わらないわけですよ。っていうところですね。でまあ、本当にね、今いろんなそのこういう遺品整理っていうお仕事は需要がめちゃめちゃ高いわけですよ。うん、なのでね、まあ、いろんなこういうクロワッサとかね、こういう本も出てたりとか、まあね、僕もついついこう買っちゃってね、目を通してしまったりするんですけど、うん、でもやっぱどんな本にね、もう載ってるものも、やっぱり遺品整理に関して書かれてることは、で一番多いことは、まあ、前回の動画でも言ってますけど、もう本当にね、家族間で生前生きられてるうちによくよく今後のことは話し合ってくださいっていうのはね、一番やっぱ書いてますし、僕もそう思うんでね、そこは本当にね、家族でよく会議を、今後のことはね、された方がいいと思います。はい、ね、僕の親もね、親としてはもう小さいもう葬式でもしてくれたらいいかなと思うんですけど、僕的にはね、いっぱい苦労かけたんで最後ぐらいはってね、盛大にっていうのもおかしいけど、まあそれをね、やりたいなと思いながらもね、それもいろんなものを持った人がいると思うんで、まあ、そういったところでね、まあ、皆さんも考えていただければと思います。